録画予約殺到。ナンバー・アイの出演で待ち遠しい生放送番組がやってくる。SNS 上で大盛り上がり。ナンバー・アイの出演にファン大興奮。日本のテレビ業界において新たな風が吹き始めました。3月30日の土曜日、19時から20時54分まで日本テレビ系列で生放送されるウズミュージックア春の2時間スペシャルにおいて驚きのニュースが発表されました。それはナンバー・ no. アイ、ナンバーアイの出演が決定したというものです。この番組は日本テレビにとって34年ぶりのゴールデンタイムの音楽番組として多くの期待を背負っています。番組の中でナンバーアイが出演するという発表はファンにとって待ちに待った瞬間でした。その日は彼らにとって特別な日となるでしょう。ナンバーアイはこれまでに多くの成功を収めてきましたが、この番組への出演は新たなマイルストーンとなることでしょう。 しかし、番組への出演が決定したというニュースは、ファンだけでなく、業界全体にも大きな衝撃を与えました。民放初登場ということで、彼らの人気がいかに高いかを物語っています。これは、彼らの才能と魅力が広く認められている証拠です。この驚きのニュースにより、ファンの間では大いに盛り上がりが見られました。SNS 上では、喜びの声や期待が飛び交い、彼らの応援の声が絶え間なく寄せられました。 この熱狂的な反応は彼らの人気の高さを証明するものであり、彼らが日本の音楽シーンでいかに重要な存在であるかを示しています。しかしながら番組への出演が決定したというニュースは彼らのファンにとって嬉しい驚きだけではありません。録画予約がすでに可能であることからもわかるように彼らの出演を見逃すことなく楽しむための準備が整っています。彼らのファンはこの特別な日を心待ちにしており、 その熱狂はますます高まるばかりです。この日本テレビの新番組にナンバー・アイが出演することは音楽ファンにとって大きな喜びとなるでしょう。この番組がどのようなスペシャルな内容を届けてくれるのか期待が高まります。日テレのスタジオから生放送されるこの番組でナンバー・アイの素晴らしいパフォーマンスを楽しみに待ちましょう。最後にこの興奮をさらに増幅させるのは 番組への出演だけでなく、彼らの活動がこれからもどのように展開していくのかという期待です。彼らのファンは、彼らの活躍を心から楽しみにしており、彼らの成功を心から祈っています。あなたはこの新しい番組についてどう思いますかナンバー、愛、no. の出演についてどのような期待を抱えていますかこの番組が、日本の音楽シーンにどのような影響を与えると考えますかぜひあなたの意見をシェアしてください。 いかがでしょうか ?3 月30日の土曜日、日本テレビ系列での生放送が待ち遠しいですね。ナンバーアイの出演は、間違いなくこの番組をさらに特別なものにしてくれるでしょう。あなたは、この番組を楽しみにしていますかそれとも、彼らのファンとして、彼らの活躍に期待していますかぜひ、あなたの思いをシェアしてください。